ハレルはやんなっそうだしそうだタイトルが思い出せないわあのハの考察機 y r とよくしゃべる脚本家のやうわんだっけな無限まやかした。 申します、ウキです坂野湊です無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございますお<ー>2023年秋ドラマ一番好きな花の、えー、第3話の3本目の感想回でございますはるきさんですよはるきさん、つばき、はるきつばきはい松下光平はいうん。ちょっとすみれさんの話ばっかりしてたけどすみれさんの話ばっかりしてた、すみませんすみれさん主人公だと勘違いしてしまう人もいるかもしれないですけども <laughs> まあね。 ついはるきさんの回でしたからね、ここらね。そうです。そうです。はるきさんのセリフ量、とてつもなく多かったですからね。かった。だからもう、そもそもしかも、うん、セリフ量の多い人間だったっていうのが、うん、やっぱ冒頭から明らかになるわけじゃないですかそうだ。ある種のネタばらしですよ、はい、あれが。俺もうね、最初の流れからね、うん、ちょっと子供時代だけでちょっと泣いちゃったね。ああ、そんなにむちゃくちゃなんかね、単純に自分の経験と照らし合わせて共感しちゃった。うんうん、俺は俺で、なんていうのかな、なんかあの、 ずっと喋るみたいな、うん、口から生まれたみたいな人間だったし、子供の時から子供の時から。だからといって社交的ではなかった。うん、すごい打ち切りだし、うん、めちゃくちゃコミュニケーション障害っていうかコミュ障ショだし、い一人で喋ってたの 一人で喋ったでもそういう子子いいいたそそうううう感じまあバーって喋るし道でずっと歌ってるしみたいな気候もあったけどまあでもなんかこうまあまあまあ小学生だったらねまあそうそうそうただんか俺が気付いてなかっただけかもしれないけど春樹くんみたいに先生から協調性がありませんみたいに。 言われる人間ではなかった。なるほどね。そこはちょっと先生に感謝かもしれない。はい,はいはいはい。あんまりその、そういうふうに人格を否定されたことはなかった。うん。け<ど>まあ、珍しいっていうか、まあ、ちょっとギリ上の世代かなって感じだよね。うんうんうん。我々のね、90年代生まれだとギリない気はするよね。あの流方はね,ね。あの感じはね。でも一世代上だとあるっていうからね。そう、あると思うよ。うん、あれは全然あったと思うし、うん、で、その中で、でもあの、独特の居心地の悪さ っていうか、うん、逆に黙っちゃうようになっちゃったとか、うんうん、ああいう感覚はわかるし、春樹、うん、さんのあの追い立ちを見てると、はい はあ、自分もああなってたかもな、みたいに思ったの。<ー>なんか自分は結構早いうちに見切りをつけたというか、うん、自分の人生に。見切りをつけても異端の方向で行くしか俺は生きることができないっていう諦めが結構あったから。うんうん、まあ同じですね、僕も。<laughs> 本当はわかる。そうそうそう、でもそうだと思うよ。もう鼻からもう中学校くらいから、もう何なら小学校かもしれないけど、うん、満員電車無理。 うん、みたいなことを、その時から考えて、うん、じゃあもう普通の人のこの受験戦争からの、うん、えっと、就職活動に、うん、うん いかに行かないかみたいなことだけをずっと考えて、で、もう好きなことだけやってるみたいな。え、満員電車無理って誰の話僕です。ああ、俺も一緒。おお、本当？俺、満員電車無理で、小1の時に通学路を変えたんですよ、それで。へえ。満員じゃないルートもあるのになんで満員で乗らなきゃいけないんだっていうのを、なんか直訴して。あ、そうなんだ。あ、自分の話かと思ったらびっくりしたでもなんか、春樹さんはやっぱ順応できちゃった人じゃん。うん。 で、めっちゃできてるもんね、周りから見るとね。そう。うん、あれすごかったんだよな。だから結局、2話とかでも、うん、もう仕事の話になると急に、あの変な感じが、なんだこいつ感が息を潜めるっていう話はしてたじゃない。今回なんかも特にそうでさ、うん、でもやっぱりこう、大丈夫ですって言う、うん、ってことにしてた。うん、っていうことのさ、ね、なんかあれが胸がギュッとしちゃってさ、 やっぱ会社でも、ああいう人いるもんね、その、<ー>会社でもだけじゃないな、もう本当に部活とかでもそうだし、<ー>大学とかでもね、そうだし、<ー>なんか、その、え、なんでこの人がやってるんだっけ、みたいなことを、<ー>いつの間にかやらされてる人でやってくれちゃってるから、 みんな甘えてるみたいなことで、確かにな、確かにな、そういう人生を送った人がそのポジションに、まあ不本意に収まってるけど、他にはどうすることもできないし、うん、まあ別にそんなにめっちゃ嫌じゃないから、うん、そうしてるみたいなことはすごくリアリティがあったよね。リアリティがあった。うん、あれはリアルだったし。そういう人100万人いるよ、多分。いるいるいる。うん でもなんかそれをこうあの喫煙所とかでさ、発散してる。あれはいないね。あれはいないいあれはやばいね。やばいやばい。あれ一番やばかったね。この3話の中で。面白すぎる。そこが春樹さんのキャラなんだよね。あれがいいんだよ、また。あれはだから日常的にやってるわけでしょ、ちょくちょく。そあれは異常だよね。あれがまた。居酒屋とかならわかるよ。バーとかならわかるけど。わかるけど。お兄ちゃん、タバコ1本あげようか。そうないです。うわ、怖 でもまあ、初対面だからっていうのも、うん。なんか、よりわかるというか。そう、だからあれを、その、なんていうのかな、一般の人たちのただの誇張であって、うん,うん、そうそう,そう,そう。あれを喫煙所でやってるから、春樹さんが変人に見えるように、こう、面白くしてるだけで、うん。まあ、キャバクラ行って喋るとか、そう。なんかね、そのガールズバーでめっちゃ喋るとかさ、そうそう。とか、タクシーの運転手さんとめっちゃ喋るとかさ、そう。なんか一緒だよね、多分ね。一緒一緒。結構、 普通の消費の仕方と結構一緒だなとは思う。そう。で、うん、あれを知ってて、書いてる生方さんが怖い。そうね。であれ、あの行動に、やっぱ共感しにくい人が多いのって、うんはい、あんな姿、要は普通出会わないからなんだよ。 いろんな人のそういう姿ではいはいはいまあだから特別な場所っていうことだよねそう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 ことになってきちゃうそ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 うああそう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 そしてうそ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 ういうそ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 うねうそうそうそさそう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 うそ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 うう なんかリアルじゃないいや、そうなんだよなそれも流れなんだよね多分ね流れなんだけどでも申し分ないよねその、春樹さんの人生としてでやっぱお母さんとかも出てきてるわけじゃん春樹さんの春樹さんのお母さん的にもすみれさんを紹介されたらああよかったってなるとは思うのね あの感じもなんかリアルなんだよなそうね。だから、外から見たら、なぜ別れたのか。うん、全くわからない。婚約破棄になるよね。うん、多分。その浮気したってことさえ言わなければ。そう,そう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 。でもなんか、なんかやめたらしいよ、みたいな。ね。でもまあ、そういうのも聞くっちゃ聞くしな、本当に。そう、そう。ごくたまにだけど。よく聞いたら浮気が原因なんだけど、大体ね。まあね。うん。よくよく聞くとなんだけど。<laughs> <う>でも結局なんかその、 やっぱね、俺ね、浮気ってね、うん、あの、最終的にたどり着く現象でしかないというか、はいはいはい、いや、わかるわ。わかるわかる。分かるその、なんかこう、複雑な気候が、分かるかなんていうのかな、なんか、浮気って、うん ハンマーのイメージを持ってる人が多い気がすんの。はいはい、全てをぶっ壊すものって。そうじゃなるねそうじゃなくて俺はね、弾丸だと思ってるの。<う>その銃という複雑な機構が絡み合ったものから、<う>その安全装置を外してトリガーを引いた時に、<う>初めて殺傷能力を持って飛び出すもの。なるほど。くらいに思ってるの。なるほど。 掴んでバーンってやって「はい全部終わり」っていうものじゃなくてやっぱり複合的な要因が複雑に絡み合ってそれが浮気という形で出るものだと思ってるの。なるほどねっていう感じ。っていうと今回の春樹さんはもう俺はその最たるものというかなんかやっぱ春樹さんに原因があるって言いたいんじゃないよ。でもあああるるるよよんんだだけどその いや、浮気された方も悪いから、みたいなこと言うと、ちょっとあの誤解を生むから。うん。浮気って、浮気って本当になんか善悪二言論で語られたりするからさ。そうね、面倒くさいねって感じだけどねそうそう、本当に。二人のものだからね。そうそう、やっぱさ、紐解いていきたいと思うとさ、やっぱこう、春樹さんはどうしたって、その爪屋さんに本当のことというか、その、わけわかんないことを言えなかったわけじゃない。で、基本聞く人になってた。うん。ってことでしょそうね。 あの話を聞くのは好きだったよっていうのを言うけどさ、うん、でもそれは俺じゃなくてもいいんだよっていうところもな、うんうん、まあなんとも切ないし、うん、それからさ、あの、お家の話ですよ。私、あの、予想してましたけど、うんうん、もう基本スミレさんの趣味。そうなんお家が。そうなんだよね。<laughs> アイランドキッチンもお料理が好きなスミレさんだし、うんうん、お部屋二つもスミレさんが、うん、 って言ってたしソファーもそうなんでしょ多分そソファーもそうなんで、うん、それであ,のある人はいやまあ 家の見た目は、僕が気に入ったからであって、うん、まあそこがなかったらここはないわけですけど、みたいなこと言って、<laughs> 見た目って、家の見た目ってもう、家の中でんなら一番どうでもいいところかもしれない。<laughs> 家の見た目って。<laughs> しかも多分それもなんか、もうすみれさんの条件の中で、3択ぐらいに絞られた中で、どれがいいって、マドリズとか見せられて、いやー、みたいになって、で、ググって、グーグルマップとかで外観見て、 ああ、これ、見た目いいんじゃない <laughs> もはやね。みたいなレベルでしょ多分、ほぼ、レベルしてない。そうそう、ほんとにほぼ、<laughs> ほぼほぼなんだよ、ね。いや、でもわかる。その方が楽だもん。うん、うそうそうそう。うん、そう。楽しそう。 楽っていうのもになってたじゃうやたら「ごめん」って言っ,ってうん、うん、でごめんごめん」って言ってると、うん、自分が悪いみたいになっちゃうよって言われて、うん、そっちの方が楽だからっていうのもさ、うん、あれもいいじゃない、うん、いやだからもう分かるよって話だよねもう椿さんの気持ちというか人生というか存在というか。すみれさんから、うん、は「わけわかんない」って言って一周されちゃってたけど俺は分かるよって思ったのはい。はい 片思い片思いの話ですよ。好きっていうパッケージに満足してるだけみたい。これはね、結構な投げかけですよね。すごく思、ね、えてないんだよって言って。うん、それで言えば片思いでしかなかった。それぞれ身勝手に好きだっただけで、むしろ好きって後付けで、うん、結婚相手にちょうどいいから好きってことにしてって。うん、そこまで言うかねっていうね。これすごいよね。そこまで言っちゃっちゃ、結構なカップルがそうかもしれんよっていうね。ね、うん でもさこれさ春樹さん自身のこれ懺悔でもあるんだよね。まあ自分の方の話もしてるからね。そうなんだよ。だからある種利用してたのは春樹さんも一緒だったんだよ。そうだね。すみれさんをちょうどいい結婚相手として本当の気持ちは置いておいて好きって気持ちはあるよ。でもそれを押し付けて結婚相手として丸め込もうとしたみたいなのはある意味春樹さんも一緒である。そうだね。っていう罪の懺悔でもあるっていうのが。 これがね、いいと思ったのよ。確かに。で、それによって、すみれの側も、ちょっと罪悪感、うん、実際軽くなったと思うんですよね。そうなんだよ。だって、その後も言ってるもんね。すみれさんの方から、うん、あの、なんかはな、話せてよかったみたいな。そう。なんか、そんな感じあれみたいな。なそう,そう,そうあれみたいな。あれあなた謝罪しましたっけみたいな。ん感じではあるんだけどね,、うんま、ね。そう。でもね、これもね、俺ね、すみ俺は、この、うん まあ、良かったね、みたいな雰囲気になったすみれさん見て、うん、この辺も人間臭いなって思った。まあ、めっちゃリアルだよね、うん、あれはね。なんかこう、別れ話の時に、どう考えても客観的に見たらすみれさんが悪くなっちゃうじゃん。うん、悪くなっちゃう中で、それでも、お互いのためにこれで良かったよね、っていう風にしたいという、なんかその、 人間のこの、自分を悪くないと思いたい気持ちみたいなのも、見え隠れする感じは、俺めっちゃ人間だなって思ったんだよね、うん。そうね。で、片方がお互い悪かったよねって情報してくれたら、もうん、それに乗っかるのが筋みたいな。そうだよね、うん。でも私が悪かったようで、こう水かけ論したってしょうがないから。しょ,しょうがない、しょうがない。あれはもうなんかもう、しょうがない。もう、すみれさんはもう、ああするしかなかったんじゃないかな。そうそうそう,そう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 。でもやっぱりごめんって言ってもいいけどね、別にね。 あの辺の会話はもうなんかずっと考えてしまうねやっぱねそうだねだって最後だってさ、うん、正直、うん、戻ってきてほしいって思ってないっていうのを、うん、めちゃくちゃいいなと思ってこのストレートさ、うんうん、ちゃんと初めてこう春樹椿という人が、うん、スミレに対して 自分はこうしたい、自分はこうしたくないっていうのを、初めてちゃんと言えたのが別れの時だったっていうのが、うん、そうなのよ。まあ皮肉だけれども、まあそういう運命の二人だったんだなって思いますよね。で、これがさ、うん、なんかね、誰かに説教されたからってわけじゃないっていうのがいいんだよね。そうね。俺、このドラマの3話の構造で、うん、結構不思議な構造してて、そこがいいんだなと思ったのが、はいはい すみれさんとの別れ話って、ある意味ドラマにおいてのトロの部分みたいなところだと思うの。大事な部分、おいしい部分。なんなら1話の中での結構ピークに持ってきてもいいくらいのとこだったのに、割と真ん中ちょいくらいで終わらせるんだよね。で、その後、延々、あの、こう、廃棄のもの食ったり、お腹いっぱいになって寝ちゃうみたいなくだりやったり。そうだね。みんな、もこもこしてたわけじゃん。例えばさ、塾にヨヨちゃんが行った。 それで塾のその塾長みたいな人から「あのご関係は?」って言われて「なんかもごもごしてたよ」みたいに言ってみんな要はさ友達ってえずにもごもごするっていうのをずっと積み重ねてきてるわけでしょ最後の最後に春樹さんは「友達です」って言うんだよね。言って俺あれに泣けちゃってさあゆくえちゃんもね電話の相手のみどりちゃんにね友達といるって言ってそうなんだよって言要は えっと、結構、はるきさんが、うん、あの、全部言うのすみれさんに全部言うのって、はい、ある種唐突とも言えると思ってんの。ほう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 あの、ドラマの流れでは自然なんだよ。うん、でもさ、その、はるきさんの人生上、うん、あれ多分、他人に初めて言った感じしない、うん、そうだね。なんとなく、その、うん、今まで。まあ、小学生ぶり そう、聴覚性ぶりな感じじゃん。今まで例えば別れ話があるたんびに、あれやってる感じではない感じでしたじゃん。ではないではない。だから、春樹さんの中でも、多分、なぜあれを言えたのか、なぜあれを言ったのかって、多分、あの時点では、まだね、100分かってないんだよ。分かってない。で、視聴者としても、100分かってないの。でも、あの後に、くだらない喋りをずっとして、で、よく喋りますねって言われて、いや、もともとこういう人なんです。 でもそれは、もともとこういう人だったけどずっと我慢してたんですの裏返しじゃん,、うん。だから、徐々に徐々にこの話って、春樹さんが自分のらしくなって、はい、で、すみれさんとの関係を立ったのはうん、うん、この4人っていうのが友達だからなんですっていうのを、なるほど。3話でやった回なんだなと思って、その全体を含めて俺感動したなるほど、なるほど、なるほど。これね、凡庸なドラマだと、うん、 俺たち友達だよなを前半で重ねて、俺には友達がいるから、あんたとは一緒に行けない。っていうのにやるのよ。うん、そのすみれさんという存在を友達との関係を引き裂く、障害として使うのが分かりやすいドラマよ。うん、なるほど、そうですね。うん、4人でできた家に、うん、 婚約者が戻ってきたつって、どうしよう、そう。どうしよう、友達との基地を、女に壊されちゃうサークルクラスターに壊されちゃうみたいなところからの、はるきはどっちを取るんだみたいなところから、あ、こっちを取ってくれたみたいなのが、 もうボンこのドラマも本当に外側から薄めで見たら、うん、そう見えることは別に可能だもんね。可<能>ぼーっと見ればねそうのよ、うん、このすみれさんというドラマチックなところを前半でぶちかまして、うん、でもその一番の謎である、うん、なぜそれを春樹さんは言えたのかっていうところを後半のだらだらした話で。 回収確かにってい。これがすごいと思ったんだよ、ねそうう。そういうことかそういうことか。でもさ友達ってそういうことじゃない、うん まあそうだね。うん。うん。なんかさ、こう。前にあるものっていうよりかは、後ろにあるものっていうのは確かに、そうそう。解釈としてすごい正しいし。もはやさ、俺ら友達だよなっていうのって、もう俺友達じゃないと思ってんのよ。まあ、小学生ならね。小学生ならいいけどね。そうそうそう。でもさ、やっぱ大人になってからの友達って、なんかそう、一個一個積み重ねていって。そうね。まあ気づいたら一緒にいるとか。そうそうそう気づいたら、毎年会ってるな、みたいなことに。そうから気づくみたいなね。で、それでどういうご関係ですかって言われたときに、 やっぱりもごもごしちゃうものなんだよ。そうだよね。でも、うん、そのもごもごした期間を経て、うん、あ、この人たちがいるから、うん、今自分はこういう選択ができたんだとか、生きやすいんだって思った時に、友達って言えるようになるっていう。それは新しい友達のこう定義を示しているドラマですね。だからそこがね、<ー>ドラマの第3話1個だけ見ても、うん いい構成だなって思ったんだよね。確かに。だから友達を作るっていうのは、うん、やっぱりこう、友達だよね、友達になろうよっていう言葉があるわけじゃなくて、うん、こう一緒にいる結果、何事かが起こり、そ<う>で、それに誰かが誰かに影響を与えられたら、結果的に友達になるみたいな。そう,そう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 。ことであるので、まずは、 リラックスして一緒にいなければいけないということもあり、で、後から友達だったことが分かるというか、後から説明がついて、その説明が何かっていうと、友達という説明に落ち着くというか。はい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 。確かにな、友達を、後から、友達とは、後からできるものです。うん、がコピーだったら見ないもんね。<laughs> 見ない見ない。だから、そういう意味でも、すみれさんとは対照的なんだよね。そうだね結。結局さ、この二人って、うん、結婚相手っていう、はい ものマス目みたいな。そう。こうポストみたいなのがあって。そう。そこに選ぶ、選ばれるみたいな。そう,そう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 。うん、だから、友達のできている過程とは、真逆の過程でできたのが、すみれさんという関係なんだよね。そうですねうん。だから、うまいグラデーションになってるというか、すみれさんとの関係が終わっていくと同時に、うんうん ハルキさんは、うん、その自分たちの居心地のいい関係、うん、これは友達ってことなんだっていうのに、うん、少しずつ気づいていくっていうのが、うん、だから俺最後ね、ハルキさんがね、友達ですって言った時のね、うんうんうん あの気持ちよさがね、俺あそこでちょっとじんときちゃったのよ。そね。ねその友達の定義っていうのは、これまで描かれてきた人間関係にも多分もう当てはめられると思ってて、例えばゆくえちゃんと赤田小太郎の関係性って、明らかに友達なんだけど、うん、これどっから友達になったかって難しいぐらい、うん、気づいたら二人の間だけでなってるものだと思うんですよ。僕の仮説だけど、最初は塾友の同窓会で会ってたんだけど、うん みんなが塾友と会うのなんかだるくないみたいになって、二人だけになった説が僕の中でけど、それを周りには友達友達って説明してるけど、新しい妻に説明できるほどのような友、わかりやすい友達っていうことの説明を結局つけてなかったっていうことだと思うんですよね。でも二人の中ではもう明らかに後から友達になっている、どう考えても。っていうのが、やっぱり外に説明しなきゃいけない難しさっていうのを友達っていうのが常にはらんでるっていうのは、 あの、今回も示されてたことだと思うんですけどそうだね。で、あの、サガラに関しては、うん、ヨヨちゃんと友達になるふりをして近づいてきたけれども、うん、結果的に、やっぱりこう、後から見て、これは友達という関係性ではなかった。うん、っていうことが、やっぱり後からわかる。そうね。っていう感じなので、やっぱり後から問題が出てきてしまうのが、 悲しいかな、友達という関係性の脆さであるっていうことも、うん、やっぱ今まで描かれてますよね。そうだね。っていうのが、こう、いきなり1話から全員が意気投合するっていうわけじゃないっていうこのドラマの構造。謎構造だったじゃないですか。1>, うん、1話終わった時点で、うん、え、解散しちゃったよ、みたいな。うん、なん。やかんや戻ってく気はするんだろうけど、うん、ここでなんで解散してるんだろうって、やっぱちょっと、もやりはしたんですけれども、うん、あ、意味があったっていう、遡って、 あ、思えばあの時ぐらいから友達じゃなかったですかみたいな。うん。ことを作るためにやっぱいちいち解散させてるっていうのが。うん、いちいち解散するね。うまい、うまいとしか言えないね。いねやっぱそれがさ、最後、うん、全員が LINE を交換するっていう形で結実するっていうのがさ、うんね、また丁寧なんだよな、ね、なんかこう、スみるさんと、うん、あの、はるさんの二人の関係っていうのは、うん。なんかこう、いちいち、うん。 結婚するとしたらみたいな、恋愛とはみたいな感じで、なんか一個一個ね、パキッと分かれてる感じがするんだよ。そうね。だから浮気はノーでしょみたいなこととかさ。結婚しないならもう一緒にいても意味ないとかね。そうそうそう、みたいなんだけど、もうさ、友達とはっていうことを、一個一個のアクションで描いていくのよ。他人の家で寝ちゃう。確かにね。とかさ、そう事実とか行動とかで描いて、そう。ってことは友達だよねっていうそ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 う。こんなことしちゃってるってことは友達だよね。 友達だから高校するんじゃなくて、高校してるから友達なんだよね。そうそうそう。だから例えばさ、ピンポンが来た時に、あ、私出ますっていうのも友達じゃん。なるほどね。勝手にね。そうそう、仲間勝手にね。そうそう、仲間勝手に出てもいい関係っていうのだし、っていうのと面白いな。で、それを積み重ねていったのが、うまかったし、はるきさんという、あの、誰にも合わせて、無個性になった人が、 やっと自分のまんまでいられる人を見つけたっていう物語としてそしてまた友達とはっていう話として三話は美しかったなって思ったっていう感じがねっていうのが僕の春樹さんの話でもあるかなわかりやすいしなんかこのドラマ全体の話が見えてすごい良かったなと思いますね。いや 引き続きやっていきましょうそうですねあのゆっくえちゃんの話してないですからね,そうですねまだあの二人しか話してないもみじくんの話してないですからね、うん、ヨヨちゃんの話をしてないヨヨちゃんはまあ次はね多分主役だと思うからいいんだけど、まあ、やらせてください無限前歌手は YouTube と Podcast で配信しております、はい、一番好きな花の話もいっぱいしていますのでぜひさかのぼって聞いてみてください、はい。以上、大島康幸でした高野湊でした続きまーすはい